グーフィー。グーフィーは犬をモチーフとしたディズニーアニメのキャラクター。両聞き。本名はグーフィーグーフ。初めて出演した映画は1932年5月25日公開のミッキー一座。この時、観客席でピーナッツを食べながらバカ笑いをしていた犬がリピーダウグで、グーフィーはこのリピーダウグと同一のキャラクターである。 グーフィーという名前がついたのはそれから2年後、1934年8月11日公開のミッキーの芝居見物でのことだった。1939年3月17日公開のグーフィーの釣り天狗では短編初主演を果たす。長編映画初主演作品、米1995年公開、78分、アニメ内でホイールキャップ、 皿などの必要のないものまで食べるという場面があること、容姿などから犬ではなく狼であるという説を主張している者がいる。しかし、当時のアニメーターであるウォード・キンボールが生前の2000年にインタビューで犬だと答えていることや、今日のスタッフが犬であるという理解をした上で作品を制作しているので、実際には犬である。年齢は設定されていないが10代。 作品登場の時期により12歳から22歳と大きく変動しているの息子を持つことからミッキーマウスやドナルドダックよりも年長と思われる。また、公式や作中などではミッキーとドナルドが親友ということになっているが近年の作品などで喧嘩をしたり対立したりすることが多く、もともとミッキーとの付き合いもグーフィーの方がいので本当の意味での親友はグーフィーで、 ドナルドはどちらかというと悪友にあたる。スポーツを題材にした短編にも多数出演しているので、スポーツ万能だと思うファンが多い。しかし、スポーツで活躍するグーフィーは意外とほとんど本人ではない。本人自らやる作品は派手なミスが多く、決して得意というわけではない。一部の紹介でも、あまり得意ではないと紹介されることもあり。 グーフィームービーでも息子のマックスにすら世界一、運動音痴とまで言われた。教室シリーズでは、必ずグーフィー、もしくはグーフィーに似た男専用のナレーターが登場し、グーフィーに突っ込みを入れている。クラシック短編映画では、大平徹、ハウス・オブ・マウスのコーナーアニメでは、堀内健優が担当しているが、堀内が演じる新ナレーターは、旧ナレーターに比べやや口が悪く、 彼の助言もほとんどがグーフィーを悲惨な目に合わせることもしばしば。同じく犬をモチーフとされているキャラクターであるプルートとの違いは擬人化されていることにある。つまり二足歩行をし、言葉を喋る。グーフィーが主人公の短編アニメは仕事や家庭を持ち趣味にしむという成人男性をテーマにしたものが多い。擬人化が進んで耳が省略されていた時期もあった。 パパは、グーフィーの作中では、ピートとその奥さんのペグと、学生時代からの友人ということになっている。家は一個だけだが、短編作品の中では、ハウストレーラーのようなアンルームの家に住んでいることも、ある。平和を好むのんびりとした性格が特徴。おとぼけでどんなことでも信じてしまうほどのお人用紙。しかし、悪気はないがおっちょこちょいで、極めてミスが多い。そのため、 ドナルドやピート、ミッキー、チップとデールをはじめとする周りに迷惑をかけることが多々ある。ドナルド以上に派手な失敗をするがドナルドとは違い、失敗してものほほんとしていることが多い。また、早口を聞き取れないことがあり、時々おかしな返事をすることも、息子のマックスが絡むと、父親らしいまともな発言をすることも多い。また、 先祖代々から同時で素直な性格が受け継がれていることがパパはグーフィーで明らかになった。味オンちなのか他の人はまずいと思っている食べ物を喜んで食べていることがある。他にも塩水も飲んでも塩が足りないと塩を加えたりフォークや食器なども平気で食べる。本人が作る料理もあまり美味しくないらしい。ハウス・オブ・マウス内で放送されたピットクルーでは 悪意はないが、仕事用の車を壊し、周囲のイライラの元となった。グーフィーの自動車教時代では車に乗ると性格が大きく変わり、その状態はドナルドの性格よりもひどい。ハウス・オブ・マウスでは、マックスにこの映像が、グーフィーの私生活の模様であると紹介されていた。しかし、性格が変わっているのはグーフィーが演じている、一般市民の男性ウォーカーであるため、 厳密にはグーフィーではない。ハウス・オブ・マウスの内容が演出という可能性がある。ため、審議は不明である。ミッキー・マウス・クラブハウス内でミッキーからバレンタインのお返しに臭い靴をプレゼントされ、喜んでいた。基本は黒いベストにオレンジのセーターと青いズボン、そして茶色のガボガボの靴。帽子は年代と共に変化しているが、現在は緑に黒のラインの入った帽子をつけている。 トランクスは初代から変わらず、白地に赤の反転である。ミッキーやドナルドとは異なり、上下半身とも服を着ている。グーフィーは帽子を異常に気にしており、プロペラ式エアコンではギリになってもポケットに入れている。帽子を出し、付け直している。彼の帽子は大変万能で、ひっくり返せばナイトキャップなどになり、その中に雑貨や食べ物や衣服など、 あらゆるものをしまっている。パパはグーフィーでは帽子をかぶっていないことが多い。ディズニーランド内にあるトゥーンタウンでは黄色の T シャツにオレンジのタンクトップ、緑色で G という文字が入っている。そしてオレンジと白のシューズに青色の短パンという服装である。る前日ののんびりした性格と同様のんびりした遅い喋り方が特徴。笑い方も特徴的である。 グーフィーのスキー教室以降、落下、衝突などの自己シーンにおいて、やーふ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 ーという独特な悲鳴を発する。後にこの悲鳴は、ドナルドやデールなど、他のキャラクターは別の声で収録されている。クラシック短編集では使い回しだったが、グーフィームービーや、ハウス・オブ・マウス以降からは、日本語で収録されており、 客として来たた。プンパーも泣きながら言ったフランスでは、リンゴ、イタリアでは、ピッポ、香港、台湾ではとなっている。戦術したように、かなり、スローペースに行動する上、ミスが多いため、時々ドナルドから文句を言われる。しかし、グーフィームービーマイナスホリデーは最高において、息子のマックスが、最高相棒の返答に、ドナルドダックと答えているため、 ドナルドとはよく旅行に行く中であろうことが読み取れる。実際にドナルドとの共演作品では、一緒にどこかへ出かけている、設定のものが多い。が、短編映画シリーズ中では、ミッキーとの共演作品はそこそこ多いものの、性格が噛み合わないせいか、ドナルドとの共演作品は、ミッキーとの共演作品に比べて少ない。ゲームキングダムハーツシリーズでは、王宮騎士隊長として登場し、 上記の性格通り立てで戦う。ドナルドと協力し主人公を助ける。一人親家庭、不死家庭、前日したが、マックスという息子がいる。詳細は、マックスのページを参照。妻と思われる人物は、作品の中では、声と手のみ登場。夫であるグーフィーに対し、やや口調が強いが短編作品のグーフィーは、全員同一人物であることが少ないため、 グーフィーが夫を演じただけという可能性もある。しかし、短編作品以外での登場はなく、基本的には、シングルファザーとして描かれている。クラブハウス内では、クララベルカウという牛に恋をして、彼女好みのネクタイを探し回っていた。以降彼女が、グーフィーの相手役になった。クララベルは、短編作品では、ホーレスホースカラーと仲がいいが、現在のところは、 友達という関係らしい。一部作品ではペットも飼っており、ハウス・オブ・マウス内で放送された作品ミッキー・マウス・クラブ・ハウスの一部エピソードではペティ・ボーンという猫を所持していた。またパパはグーフィーではワッフルズという猫を飼っている。史上最強のグーフィー・ムビー X ゲームは大パニックでは同じ趣味を持っているというつながりで、 図書館に勤めるシルビア・マーポールという女性と知り合い、恋人同士となった。戦術の通り、擬人化がされて、耳が省略された時期があったため、ディズニー作品では人を耳なしし、グーフィーで表現することが多々ある。また、ミッキー・ドナルド・グーフィーの三重視、2004年では、主要キャラクター以外はすべてグーフィーに似た人物で表現されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。